シンデレラ昔々シンデレラという名前の女の子がいましたシンデレラのママ母と義理の姉はシンデレラを粗末に扱いました掃除をさせ料理をさせ暖炉の灰を毎日きれいにさせました姉たちは一度も働きませんでしたある日町の王子がお城に皆を招待しました しかしシンデレラは行くことができませんでした。姉たちは家に残って働くように言いました。シンデレラの姉たちはきれいなドレスを着てお城へ出かけました。